3D プリンターでサモトラケのニケをプリントしてみる。スポーツメーカー、ナイキの語源になった彫像として有名なサモトラケのニケです。ルーブル美術館の公式ページを見てみます。実物はかなり大きく、全高3m28cmあります。3D データの共有サイト、シンギバーズで探してみます。適度に分割されているデータがありました。リンクを概要欄に貼っておきます。ダウンロードします。ダウンロードしたデータをスライサーに読み込みます。スライサーというのは 3D データを 3D プリンターで読み込める G コードという形式に変換して書き出すアプリケーションです。このデータは首のところまでの高さが 196mm です。3D プリンターで印刷できる 250mm まで拡大してみます。ギリギリすぎて無理でした。250mm の拡大で 127% だったので 125% にしてみます。とりあえず、積層ピッチ 0.2mm で計算させてみます。0.2mm で計算させて13時間48分かかります。印刷は 0.1mm のピッチで印刷するつもりです。積層のピッチが半分になるので、今の状態だと単純に倍の28時間かかります。強度の必要のない置物なので、インフィルを 0% にします。3D プリンターは空中には印刷できません。このままだと土台の上が印刷できないので、この部分だけサポートブロッカーという機能を使い、土台部分だけ設定を変えます。サポートブロッカーを配置して土台部分を覆う大きさまで拡大します。はみ出しても構いません。各モデル、設定から他のモデルとのオーバーラップの設定の変更を選びます。設定を選択するボタンを押して変更したい項目にチェックマークを入れます。今回はインフィルの設定のみ変えたいので、インフィル密度とインフィルパターンだけチェックを入れています。計算の結果、約7時間で印刷できると出ました。これで土台のみインフィルを入れて、彫像部分は外壁のみの設定で印刷できるようになりました。積層ピッチを 0.1 ミリに変更します。なぜ 0.2 ミリで計算させてたかというと、単純にアプリの動作がめちゃめちゃ重くなるからです。土台の密着性も今回のような設置面積の広いモデルだと必要ありません。この設定で印刷終了まで14時間かかります。最終確認が終わったら SD カードに保存して 3D プリンターのスロットに差し込んで印刷開始です。朝の7時40分にスタート。ここからはタイムラプスでお送りします。22時20分、印刷が終わりました。約14時間50分かかりました。続いて、右の翼を印刷します。4時間30分かかる予定です。このまま放置して寝ます。毎日5時に起床です。せっかくの日曜日なのにもっとゆっくり寝たかった。なので、こんな早朝から印刷です。右の翼を印刷中、4時間ちょっとかかります。服のはためいている部分、印刷時間約3時間です。ピンを印刷し、各パーツを接着しました。意図して光の透過を狙ったんですが、接続部分が目立ちます。いい感じで陰影ができて立体感が出ています。高さは 265mm。同じような設定で、今度は一体ものでツリーサポートを設定して印刷しました。高さは 80mm です。壁が薄すぎて一部穴が開いてしまいました。